コンスタンティン・フォン・エティングスハウゼン男爵は、オーストリアの植物学者、古植物学者である。第3期の古植物賞に関する研究で知られる。1826年に、ウィーンで生まれる。父親は、数学者、物理学者のアンドレアス・フォン・エティングハウゼンである。ウィーン大学で医学を学び、1848年に、医学博士として、卒業、1854年には、 ウィーンの軍医学校の博物学、植物学教授となる。1871年にグラーツ大学の植物学の教授になり、生を終えるまで職位にあった。1881年には学長となった。1876年以降何度もロンドンに訪れるようになり、ロンドン自然史博物館のコレクションに関わった。フォン・エッティングスハウゼンはヨーロッパ各地の 第3期の植物賞やオーストラリアニュージーランドの化石植物賞の研究で知られている。1857年にはアウグストシュテーラーによって武道家の化石植物にエンティングスハウゼニアが懸命されている。フォン・エッティングスハウゼンは図版を用いた著作を多く残した。それらの図版はアロイスアワーが発明した自然物を鉛や軟質材料に押し付けて型を取る。 ナチュアセルブストドラッグの技法によって、精細な表現を実現している。息子のアルベルト・フォン・エティングスハウゼンは、物理学者になり、バルター・ネルンストと共に、エティングスハウゼン・ネルンスト効果を発見した。エティングッシュは、植物の学名で命名者を示す場合に、コンスタンティン・フォン・エティングスハウゼンを示すのに使われる。ありがとうございます。